それでは次行きたいと思います。次は川島英吾さんの人生という歌ですね。川島英吾さんも48歳で亡くなりまして、今だったら69歳ぐらいですかね。どんな歌を歌ったでしょうかね。その英吾さんの中で好きな歌ですね、人生。ここでこうして座っていると、生きることは働くことなんだと、わからなくなってしまった。誰のために働いているのか、あまりにも世の中が雑になってしまったから。コーヒーカップに格差と昨日と同じようにかき混ぜてくれる君がいて、日付を変えれば明日になる、そんな一枚の絵がある。家族に囲まれて出ている、自分自身を書き込めば仕上がりだ。誰もがそんな風に一枚の絵を大切に抱きしめて、人生が旅だということをいつしか忘れて生きている。人生が旅だということをいつかしか忘れて生きている。誰もがそんな風に一枚の絵を大切に抱きしめて、人生が誰のものでもないことをいつしか忘れて生きてゆく。
ありがとうございます。やらなきゃよかったかな。反応が厳しい反応よ、ダメだったですかね。大丈夫ですか。加納さんから何やってもいいっていうふうにメールが来てましたんで、ホールの緊張感がちょっと高いよ。そうですか。自由だから。